はい、大橋正信でございます。よろしくお願いいたします。よいしょ。令和5年2023年3月16日木曜日、時間は14時43分であります。よろしくお願いいたします。今日の午後1時13時ですかね、速報ということで、東谷前国会議員の逮捕状が請求されたということでね、速報ということで、多くの方はね、このニュースご覧になったかと思います。これは何だろうな、日経ニュースかな、日経ニュースの音声をね、ちょっとお聞きいただければというふうに思います。昨日議員資格を失ったガーシー前参議院議員について、警視庁は著名人ら3人を常習的に脅迫したなどとして逮捕状を請求しました。暴力行為等処罰法の常習的な脅迫や威力業務妨害などの疑いで警視庁が逮捕状を請求したのは、昨日議員資格を失ったガーシー前参議院議員51歳です。捜査関係者によりますと、請求したのは昨日議員資格を失ったガーシー前参議院議員51歳です。去年2月から8月にかけて YouTube に配信した動画で著名人ら3人に対し常習的に脅迫したほか、そのうち1人の男性に対し事業を辞めるように要求するなどした疑いが持たれています。男性はガーシー前議員の配信の内容によって事業の継続が困難となり、ジュエリーショップの閉鎖に追い込まれたということです。警視庁は去年から複数回にわたってガーシー前議員に対して任意の事情聴取に応じるよう求めていましたが、応じていないことから証拠隠滅の恐れがあるとして逮捕状の請求に至ったということです。ガーシー前議員は今も海外に滞在しているため、逮捕状が出されると今後旅券返納命令も出される見通しで、これにも応じない場合ガーシー前議員は不法滞在となります。また警視庁は今後警察庁を通してガーシー前議員を国際手配するよう要求する方針です。ガーシー前議員は国会に一度も出席しなかったことから昨日除名処分となり、議員資格を失いました。というね、ニュースでございます。あ、ごめんなさい、ちょっとこれ、あの老眼です。老眼鏡かけてます。失礼いたします。はい、私服とね、あと老眼に失礼いたします。多くの方がね、このニュース聞いた瞬間歓喜に沸いたと思います。はい、当然であります。当然の報いを受けるべき立場の人間が、今現在ね、このように逮捕状が出ると、でゆくゆくは、パスポートの返納、そして国際指名手配というね流れになるとは思うんですけども、このニュースを受けた後にね、また別のネットニュースではなんかね、東谷は引っ越しをすると、引っ越しという表現をしてね、どっか移動するよというようなことをね、言ってる記事がありました。行く先は言わないと。これどう考えても引っ越しじゃねえだろうって、ただの逃亡だろうって、こそこそと逃げるから次の移動場所は言わないよっていうだけのことでしょ。なんと姑息な、なんと卑劣な男なんでしょうかと思わざるを得ません。そしてね、もっと驚くのが、先ほどね、これもね、元って言い方がいいのかな、元 NHK 党支持者の方からご連絡をいただきました。少なくともね、私に対しては好意的な方であります。そういう方からね、ご連絡をいただきまして、立花さんの動画を見ましたかと、当然見てませんと、何ですかって聞いたら、なんかね、その逮捕状が出たというニュースを受けてなのか分かりませんけども、緊急的にこう生配信を始めたと。でその動画の内容がなんかね、東谷は、この逮捕状が出たことを受けて、なんかドバイとか中東の方に逃げた方がいいんじゃないかというようなことを生配信上で言ったそうです。つまりは東谷の逃亡を
推奨するような手助けする、まあ手助けってのはおかしいか、なんかね、あのこういうふうに逃げた方がいいですよってこう間接的にアドバイスをするかのような発言をしたというふうに、言っておりました。これどう思います、皆さん考えられますか。腐っても高等の投手ですよ。形上は責任取ったと言ってね、投手の座を置いてますけども、実験は立花が握ってるわけです。立花がね、指揮取ってるわけですよ、仕切ってるわけですよ。そういうトップの人間が逃亡者を、逃亡者、まあまあなんだ、まあ犯罪者か、犯罪者の逃亡を推奨するような、こんな発言をしてるらしいですよ。これぜひ皆さんね、この、僕はもう見る気ないですけども、まあその方はね、嘘つく方ではないから、まあほぼ間違いなくそういうことを言ったんでしょう。ぜひね、皆さん立花隆さんその生配信の切り取り部分拡散してやってください。これが高等の投手ね、形上は降りてるけども実質高等の投手である人間の発言ですってことでね、これ切り取って拡散してくださいよ。これ考えられないですよ。逃亡すること、罪を償うことを、逃げることを推奨するようなことを言ってるんですよ。考えられますか。一昔の立花隆では到底考えられないようなこんな発言ですよ。ありえないです。でもね、真理を考えると、立花隆がどういう思いでこういう発言をしてるかって言ったら、理由は簡単ですよ。頭の悪いバカども、頭の悪いバカどものね、動揺を抑えるため、僕はあくまでも東谷のガーシーの、ことをちゃんと擁護しますよ、安心してくださいねって、立花隆の支持者をちゃんとつなぎ止めるため、ガーシーの支持者、まあそれも全部ひっくるめてね、バカと僕は言いますけども、バカどもをちゃんと動揺を抑えて、問題ないですよ、安心してくださいね、東谷はドバイや中東の方に逃げれば逮捕されることはありませんよって、それで動揺を抑えたりだとか、立場はちゃんと東谷のことを考えてるんだなっていうふうにね、あの 2% のバカどもを、つなぎ止めるためだけのためにね、そういうしょうもない生配信を出してるわけですよ。残りの 98% のまっとうな人間がその配信見たらどう思いますか。何言ってんだこいつって普通なりますよ。もうここから見ても立花隆に正義はありません。既得権益化した NHK 党を守るためだけにか、だけ、それだけを考えての発言です。 NHK の被害者とか日本を良くしようだとか、そんな思いは一切ありません。あくまでも既得権益を守るため、国からお金を引っ張るため、コートの投手という座を支持するため、権力を守るため、特権を手放さないため、これだけですよ。これだけのために今立花は必死に、ガーシーを擁護し、逮捕されないためには、中東に逃げればいいんだ、ドバイに逃げればいいんだって。とんでもないですよ。こんな人間が政治の世界にいていいのかどうか、ぜひ皆さん本当に考えてください、真面目に。まあでも 98% のまっとうな人はね、まあまあまあ、立花隆に期待することはないでしょう。もっと言えばね、こんな人間に金を預けてる人、大丈夫ですかって思います、僕は。はい。まあね、まあ老婆心ながらそう思いましたということであります。まあ、とにもかくにも、今回の東谷の件、あと他2人、東谷プラス残り2人に逮捕状が出る運びになっていると。そのうちの1人は、なんかあれですか、昔なんか言ってた、正岡ってやつなんですかね。ちょっとその辺は僕分かりませんけども。まあね、結局は悪は滅びるんですよ。正義は勝つんですよ。ね。正直者がバカを見ない世の中にしなきゃいけない。立花は昔そう言ってましたよ。ね。
だけど今の立花隆は間違いなく正直者をバカにしています。正直者をバカにしていて、バカを可愛がる、バカをそそのかす、そういうことしか考えていません。バカにされてんだよお前ら。ねえ、未だに分かってないんだろ。バカだから、バカだから、バカだから、バカって言われても、あの図星だから怒っちゃうだけであって、真っ当な反応ができないんだろ、バカだから。本当にかわいそうだわまあまあまあ、まあ、それぐらいしたき、それぐらいしないとね、あまりいじめたらかわいそうだから、これ以上はもうね、この動画では言いませんけどもね、バカどもよ、目覚ました方がいいぞ。本当に本当にそう思います。心の底からそう思います。はい、てな感じでね、本当に警察、優秀な警察の皆さんは東谷を、捕まえるべく、一生懸命お仕事してくれると思います。何度も言いますよ、警察は優秀です。必ず東谷を捕まえてくれます。東谷プラス、残り2人、ちょっと僕は誰か分かりませんけども、まあ、おそらく正岡なんでしょうね、そのうちの1人は、まあ、これはあくまで僕の予想ではありますけども、この、東谷一派を捕まえてくれること、期待しております。頑張ってください。以上です。